第3は。真夜中の朗読室桜優乃です今夜は芥川龍之介トロッコを朗読したいと思いますトロッコ小田原熱海間に京弁鉄道不設の工事が始まったのは遼平の八つの年だった遼平は毎日村外れ その工事を見物に行った。工事をと言ったところが、ただトロッコで土を運搬する。それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車体が動いたり、 土工の斑点の裾がひらついたり、細い線路がしなったり、両平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは 身軽にトロッコを取り降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも、押すことさえできたら、と思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。 両平は二つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行ったトロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるがその他はどこを見ても土甲たちの姿は見えなかった三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した トロッコは三人の力が揃うと突然ゴロリと車輪を回した。両平はこの音にヒヤリとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ゴロリゴロリトロッコはそういう音とともに三人の手に押されながら そろそろ線路を登っていったそのうちにかれこれ10件ほど来ると線路の勾配が急になりだしたトロッコも3人の力ではいくら押しても動かなくなったどうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある両兵はもうよいと思ったから 年下の二人に合図をした。「さあ乗ろう!」。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろにそれからみるみる勢いよく一息に線路を下りだした。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。 顔に当たる白母の風。風の下に踊るトロッコの童謡。両平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは2、3分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。両平は年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、 まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出したのみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった「この野郎誰に断ってトロに触った?」そこには古い印番点に季節外れの麦わら帽をかぶった。 背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入ったとき、両平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり両平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は、 今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦ぼう。しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの工事場に佇みながら トロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両。これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。両平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。 この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。おじさん、押してやろうかその中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコをしたまま、思った通り心よい返事をした。おう、押してくよ。両平は、 二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。我はなかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。もう押さなくともよい。良平は今にも言われるかと 内心気がかりでならなかった。が、若い二人の土工は、前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平は、とうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも押していていいいいとも。二人は同時に返事をした。良平は、 優しい人たちだと思った五六ち余り押し続けたら線路はもう一度急勾配になったそこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている登り道の方がいいいつまでも押させてくれるから両兵はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。 みかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった島のシャツを着ている男は良平に「やい乗れ」と言った良平はすぐに飛び乗ったトロッコは3人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いをあおりながらひたすべりに線路を走り出した「オスよりも乗る方がずっといい」 両平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。雪に押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹あぶのあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。 竹藪はいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあった。その道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々とうすら寒い海が開けた。と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが。 急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし、良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。もう帰ってくれればいい。彼はそうも念じてみた。が、行くところまで行き着かなければ、 トロッコも彼らも帰れないことは、もちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは、切り崩した山を背負っている、わら屋根の茶店の前だった。二人の土行はその店へ入ると、血のみ子をぶったカさんを相手に、ゆうゆうと茶などを飲み始めた。両平は一人イライラしながら、 トロッコの周りを回ってみたトロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後茶店を出てきに巻き薪煙草を耳に挟んだ男はその時はもう挟んでいなかったがトロッコのそばにいる両兵に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた 両平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに冷淡にしては、相手にすまないと思い直した。彼は、その冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には、新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコをしながら、 ゆるい傾斜をょっていった良兵は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへおりきるとまた同じような茶店があった土工たちがその中へ入った後良兵はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた茶店の前には 花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。 ところが土工たちは出てくると車の上の枕木に手をかけながら無造作に彼にこう言った「我はもう帰んな俺たちは今日は向こう止まりだからあんまり帰りが遅くなると我のうちでも心配するずら」。両平は一瞬間あっけに取られた。 もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ母と岩村まで来たが今日の道はその三芝居あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が泣いても仕方がないと思った。 泣いていいてる場合ではないとも思った。彼は若い二人の土行に取ってつけたようなお辞儀をするとどんどん線路自体に走り出した。両平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから。 それを道端へ放り出すついでに板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い旅の裏へ直に小石が食い込んだが足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる。 それは無理に我慢しても花だけは絶えずクークーなった竹藪ぶのそばを駆け抜けると夕焼けの下日がに山の空ももうほてりが消えかかっていた良平はいよいよ気が気でなかった雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だったすると今度は着物までも 汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり、羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には、あたりは暗くなる一方だった。命さえ助かれば。良平はそう思いながら、滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に、 村外れの麹場が見えた時良平はひと思いに泣きたくなったしかしその時もべそは書いたがとうとう泣かずに駆け続けた彼の村へ入ってみるともう両側の家々には伝統の光が差し合っていた良平はその伝統の光に頭から汗の湯気の立つのが 彼自身にもはっきりわかった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、両平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたねなどと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走りすぎた。 彼の家の門口へ駆け込んだ時、良平はとうとう大声に、バッと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げ、すすり上げ、 泣き続けたその声があまり激しかったせいか近所の女衆も三四人薄暗い角口へ集まってきた父母はもちろんその人たちは口々に彼の泣くわけを尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるよりほかに仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた 今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら良平は26の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に厚生の主筆を握っているが彼はどうかすると全然何の理由もないのに その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに、人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い藪や、坂のある道が、細々と一筋断続している。おしまい。